ません、なんか本人のいないところで噂話をしたみたいで。ところで葵くんって年齢はおいくつなんですか？いいえ、そういう飲み屋で知り合った女の人みたいな反応はいいんで。大体ですか。もみ消すって。すみません、そういう人に会ったのが初めてなので、どう言葉を返せばいいのか。ファントムトリガーですか。とは思いますけど、まだ踏み込んでいい線とそうでない線が曖昧なんですよね。え？あ、はい。めったに触りに来おへんやつが何を偉そうに言うとんねん。代謝やろが。学生の代変とはわけがちゃうねんで。それに自分もそやけど、自分とこのクリスもそうや。あいつはここ一年で一発も打ってへんやんか。クリスさん、どうかしたんですか？年に2回、13発ずつ打って、規定の成績に満たなければ補修。それをあいつは2回もすっぽかしとんねんぞ。鉄砲嫌いで自分じゃよう打たんようなやつが説教して、誰が聞くねん。あれ？マスター？何？私を見に来たの？なんだ、あて言ったら先生に失礼か。ねえ先生、せっかく来たんだし、私が打つとこ見てってよ。私この後スピードプレート打つから。あ、はい。
よっしゃ、気合い入れてくよ。ういっす。何が始まるんですか。7メートルの距離で地上から125センチの位置に設置された15センチの丸い鉄板を打つ競技や、基本は5枚の的を何秒で打つかを競う競技やね。なんだか難しそうですね。苦手やから訓練するんじゃん。女の足癖で悩むより先に蹴られへんよう努力せえよ。まあええわ、レナがあつとこ見てき。今日のあいつはよう見えとる。これの前にあったブルで96の 3X がしとる。何を偉そうに。自分やったら的にも当たらへんやんか。女は便利な道具とちゃうぞ。よしレナ、準備はええか。ウィッス、いつでも。早ければ早いほど高得点なんですね。厳しいんですね。200発を毎日ですか。安全装置もう一回確認せ。用意はええか。ファーストラウンド始め。記録用紙に目を通して間違いがないことを確認したらサインを忘れんように。はーい。久しぶりに0点出しちゃったよ。かっこ悪いとこ見られちゃった。マスターと先生にかっこいいところ見せようとして
力んじゃってたのかな。撃っちゃダメだって分かってたのに、狙いながら引き金引いちゃったよ。狙いながら引き金を引くのは普通では？いや、まあなんていうか、狙いが定まる前に引いちゃった感じだもんで。あれを撃ちなさいは得意なんだけど、あれは撃っちゃダメってのがどうにも苦手で。笑い事じゃないですよね。私笑ってないし、まあね、私も感覚っていうか本能で撃ってちゃまずいなって思ってるから、スピードプレートだけじゃなくてブルーズアイもちゃんと練習してるし。ダーツ用語？スピードプレートでアイソトニック、ブルーズアイでアイソメトリックを交互にやってるから時々混乱するんだよね。また練習しなきゃ。まだ練習するんですか？うん、まだ弾も残ってるし、後でもう一周する。順番が来るまで隅っこ行ってゴム銃で素振りしてるよ。おーい、なんていうか想像してたよりもスポーツっぽいですね。すみません、不謹慎でしたね。そんなとこに突っ立ってると邪魔よ。どきなさい。まだこれからよ。今日は1年生の訓練日と重なってて、ロングレンジが混んでるのよ。ロングレンジ？何？見学？まあいいけど。別にいいけど、人殺しの練習してるとこ見たって面白くないわよ。知らなきゃよかったなんてことにならなきゃいいけど。それでもいいならついてきなさい。見せてあげるから。行きます。どうか準備はええか？まずはプローンからや。いつでもいいわ。すごい施設ですね。地下なのに。この学園って本当何なんです？はあ、あ、はい、見えます。可能なものなんですか？そうですか。ファーストステージ、レディー。
ごちゃとうるさいわね。集中できなかったじゃないの。あんたがごちゃごちゃ言わなきゃ全部当たってたわよ。あんたに何がわかるのよ。こらどうか斬新、的に一礼していかんか。はいはい、ありがとうございました。おいハルトよ、あいつ態度悪いぞ。集中してるところを邪魔しちゃいましたかね。なーに、ハルトの言う通りや。静かな場所でなきゃ当たらんようじゃ使い物にはならん。普段からやらせてはおんねんけどな。なんですそれ。どんな環境でも集中できるようにするための訓練やな。いろんなことするんですね。灯火の場合は時計の方が問題やな。時計が回ってなければ1分間に5発ぐらい余裕で全弾当ててみせんねんけど、時計が回ると途端に引き金が雑になんねん。次は紫やな。見てくか。皆さんこんにちは。グリザイアファントムトリガーで獅子ヶ谷トウカを演じています桜井彩音です。というわけで今回はトウカのことがたくさんわかるお話となっております。これいわゆるお当番会というやつと認識してしまっていいんですかね。結構トウカの過去がですね、少しずつ明らかになったりとか、どんな子だったのかとか結構わかったんじゃないかなと思います。なんかだいぶなんかだいぶなんかある子だろうなって思ってたらだいぶなんかありました。そうですね、相変わらずライフルもぶっ放してますし、非常にかっこいいトウカも見られると思いますので、ぜひ第3巻の方も楽しんでいただけたら嬉しいなと思っております。ようやくなんかトウカがただただキャンキャン吠えている子、ただただ口が悪い雑な子っていうイメージからちょっとずつ変わっていくんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひトウカのことを見守っていただけたら嬉しいです。というわけで、次回またお会いしましょう。獅子ヶ谷トウカ役桜彩音でした。バイバーイ。 Windows 用ゲームソフトグリザイアファントムトリガー3巻7月28日発売。